こんにちは、山本道場の山本誠二です。まあつくづくね、ゴルフでボールをコントロールするということは、まあ基本が大事、基本的にやっぱりボールをコントロールできると思ってるかどうかっていうことがすごく大事であって、そこにちょっとでも不安を感じてしまうとですね、やっぱり球が曲がってしまったね、いうことになります。これはですね、五木選手のような今から上を目指していくっていう人たちも、今、ゴルフをやってる人も、これからゴルフを始めるっていう人たちもみんな同じですね。じゃあそこをどうすればいいかというと、やはり難しいことを頑張って、習得する。これはもう当たり前、これはもうそうなんですけれども、でもいきなりその用意スタートの時に難しくては非常にこう面白くないし、まあもう頭がこうネガティブになってしまいますよね。これボール当たるのいつになんねやろっていうね、もう動画見ててもみんながパーンと言って、あんなんなんのいつなんのっていう、これにはですねやっぱり面白くないということで、でこういう人たちのためにプラス、ゴルフのスイングをリセットしてもう一回やり直したいという人たちのためにも、まあ、動画をね、作っていこうと思うんですけれども、はい、じゃあその基本っていうものは何か、やっぱり、ボールをこうね、コントロールする、コントロールする、操るということですよね。で最近私よく言ってますけど、ボールを操るというのはですね、何も体をこう曲げてこうするんじゃなくて、もうボールをこう操る、これも十分操るんですよ、ね、ダフルとかトップするとかそれは全然関係ないし、ここのボールそのままはい、浮かんで、もうなんか体重移動がありましたか、体回転しましたか、ね、手首の角度なんかしましたか、しません。でこれだけ言うと非常に簡単で、いやいや分かってるかなということになりますけども、じゃあ今のこの動きがじゃあどうして誰でも簡単にできてしまうのか、まあいろいろあるとは思うんですけど、一番のポイントはこういうことです。このクラブヘッドがですね、この自分が今グリップしてる手の位置よりも上上がんないですよ。手の位置よりもクラブヘッドが下だと結構コントロールしやすいです、ね、しやすい。これが上がってしまうとこのバランスから次のこのバランスに持ってくるのに失敗する。だからまずは自分の手のグリップしている手の位置よりもヘッドが下にあると非常に簡単です。もう一つ、自分の体から手とクラブが離れていかない。これ自分の体から手とクラブが離れていくという動作は非常にこう難しいというか、コントロールしにくい、まあ、なぜかというと、まあ、その自分の手もクラブも体から離れていくから、もともとコントロールしにくいわけですね。でも逆にこのボールを拾うという動作、これは自分の体の方に持ってきますから、これはもうむちゃくちゃ簡単なんですね。むちゃくちゃ簡単なんです、ね、簡単だからできたと、いやいやいや、もう練習しなくてもいいということではなくて、やっぱこれ簡単でもやった方がいいです。ただしやっぱりね、こういうあのボールの1球が10円以上もするようなとこでこればっかりやってたらもったいないんで、これ別にボールじゃなくてもいい。でそれができたら、グッとこう引きつけるのができたら、こっからが難しい、ね、こうだったらできますけど、こうなった途端にこうなっちゃう。だからまずはこういうふうにボールに対してこうではなくて、こういうふうに構えてもカゴをここにイメージを持って、このカゴに打つ必要はない、このカゴに入れる感じ、このカゴに入れる感じ、もう一回いきますよ、このカゴに入れる感じ、だからあっち見てない、あ、入ったでいいわけです。でこれ
で、これ。で、これ。で、これ。素振りで当たった。これですよ。ほんまやだ。ハプニングです、ハプニング。ほんまに。じゃあせっかくですから、はい、じゃあカゴ打ちドリルやってください。あ、カゴ入れドリル。このカゴあります。このカゴにこのクラブでえいってこう入れる。あ、やったよ。こう持ってんじゃん。ああ、そうやってください。カゴに足使ってもいいですよ。はいはい。じゃあ今のなんかな、カゴに入れようとしてへん。はいはいはい、わかりました。はい、カゴですね。で、そう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 、はいはい。あら、これじゃめっちゃ下手かもしれない。うん、あ、ゆっくりと。うん、お、入りました。ただ今ものすごい不細工でしたよね。今集中したら不細工。違う、あ、まあ、あのね、今ちょっと待ってください。皆さん集中したブスのそれ顔のことです。今形がブサイクって言ったんです。顔のこと一切言ってません。これあなた分かりました。これちょっとほんまにこれドリルみんなやってほしいんで、この顔にパチッて入れてもこうかっこよく、まあ入れることが目的なんでこっちは関係ないんですけど、このカゴにボールをバシッてこう入れて、こう、こう。この手首、コッキン使うんですよね。ほんまにこう、フッとこう、はい。はい、だ、振りましたね。誰が打てるの？打ってるんです。いや、私も打ってましたよ。あ、そっちの方が多分やりやすい。あ、そう。クラブのせいにしよった。知らない。もう入れること前提ですよ。はい。まあまあですね。ここでこう入れますので縮むキュッと。まあいいですかね。じゃあちょっと入れます。はい。このイメージ大事にして構えて、もう左手はこう持っていくんじゃなくて、左手はもうカゴのままの状態で両手でパーンと打ってみてください。今カゴのイメージでそのまま、はい、今こうですよね。はい、ままで、そうそうそう、はい、ちょっと構えてください。はい、構えるでしょ。そうそうそう、はい。そしたら左手はそのままね、のイメージ、はい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 。いや、あなた普通に打ったらダメなんですよ。今普通に打っていいって言いましたけど。はい、あなたもう急にね、あなた出演のあのあれがなかったですから急に割り込んできましたから、マイクつけたら今マイクつけました。はい、つけました。はい、いや、こうでしょ、この感じ。これこう持っていったらカゴごと動いてるでしょ。カゴはここにあるような状態 で両手で持ってもここに左サイドがある状態で普通に打っていいの？はい、だから普通に打ったら普通に打つっていうのはフルショットしていいのってこと？ハーフショットぐらい、okay. さっきの感じ、これの感じでな、うん、そう、はい、カゴに入れる感じ。入れたで今めっちゃ、いや、もっともっと入れる感じで続けてください。合ってる？合ってるよ。そんなカゴに入れる、カゴに入れる。どうですか？もうなんか右手なんか添えてるってだけって感じ。そうそうそう、ほんなら振り上げてバコーンって打つよりも、そうそうそう、そのカゴに向かってパシッパシッって打ってたらすごい楽でしょ。それ微妙に下手ですね。それね、これ皆さんもねなると思うんですけど、やっぱこうなってるんですよ。この状態のままボールこう拾うだけですから。はい、壊滅的かもしれない。まあ、壊滅的ですね。あれ、結構器用な千里、ああ、そう、器用な千里選手が
こんな簡単なこと。あのな、片手ってあかんねん。お、できてきました、ね。うん。言えば。はい、オッケー。その感じをそのまま両手でやってください。はい、今の感じで。それできなかったら次私やります。はい、まあどうかな。どうですか。いけた方。うん。私もやってみましょうか。あ、なんか音はなんか死んでるけど。音死んでますよね。うん、このカゴにそのままこう振り上げるんじゃなくて、このカゴにそのままこっちからパシッと。これをできたらみんなそのまま両手でもいてもこう持ってくるんじゃなくて、左手でこのカゴを持ってるこの感覚を維持したまま、そのまま。なんか連続で喋りすぎて何言ってるか分かる。分かりません。それぐらい簡単ということですよ。しかも全然噛んでへんかったし。いやらない。打つということもよりもカゴに入れると。ああね。いう感じでいけば、もう全然ボールをコンタクトするということ自体が、もう振るということがなくなりますからね。ボールをコンタクトするということのみになってきますからね。まずはこれを、まあ、いつも、基本的な練習の中に取り入れていけばですね。ひょっとしてゴールって。ボールを打つことは簡単かもしれない。ボールを打つことは簡単かもしれないなと、ね、思うようになると思いますので、はい、ね、ぜひやってもらいましょう。何途中から入っとんねん。それではまた皆さん、おい、それではまた皆さん、せーの、次回へ。あれ何をするの。続く続く。Cool.